をお聴きいただきました。はい、私たちのセラの自己紹介しましょうかね。私の名前がトモコと言います。そして妹のユミコです。で、多分ご存知の方もご存知だと思うんですけれども、妹は本当にシャイなものなので、私ばっかりちょっとベラベラ喋ってるんですけれどもね、これ決して私がマイク陣取って話さないとかそういうわけではないのでね。はい、そうなんですよ、クールビューティーだったという方でですね、妹にいつもギターを弾いてもらってます。それで私がいつもこうやって曲作りをずっとしているんですけれども、こうやって初めてこういう形に CD をリリースするというのは本当に初めてのこと で、こうやって歌い続けてこれたというのは、皆さんの本当応援のおかげもありますし、こうやってご縁があってこうたくさんこういろんな場所で歌わせていただいて、その延長線上でこうやって CD が作れたんだなというのをすごく実感しております。皆様本当にありがとうございます。で、今日はですね、今から妹のギターの腕がちょっと光る曲を今からまた歌っていきたいと思います。愛し合ってる途中という曲です。で、この曲は、ですね、昨年作ったばかりの曲になってまして、ちょっとせっかくなので歌いたいなと思って披露させていただきたいと思います。はい、ではちょっとこうまったりとした感じの愛し合ってる途中ですね、お聴きください。
なんかもう歌ってると曲にこうなっちゃうので、ギターでも音が出てたってことで気がつかなかったっていう言い訳が。よかったよかった。やっぱり生ライブはね、これ生のハプニングもありますので、それもまたねちょっと面白かったり。生を、今のが愛し合っている宇宙というドラマですけれども、そうですね、やっぱり曲作りを一定のペースで続けていきたいと思うんですけれども、私も本当に波がありまして、もう作るときは一気にこう何曲も同時進行で作るんですけれども、作らないときは何も作らない。その間は何をしているかというと、まあちょっと旅行に行ったりとか、猫と遊んだりとか、もう完全に気分転換をして、でそういう時を経てまた曲ができるみたいな感じなんですね。で、まあ一番いいのは旅行なんですけど、そうですね、とか行きたいね、今年もね。私、そうなんですよ、一人で旅行に行きたいなとは思うんですけど、やっぱりなかなか寂しいので、妹を連れて旅行に行ってみたいと思います。で、次に歌う曲はですね、恋のラプソディという曲ですね。これも去年のちょうどその一気にバッて作ってた時にできた曲となっております。あの、ステージ M さん、そうですね、前ジャズやったお店からステージ M さんに変わって、なんだかすごくね、雰囲気がまた一段と良くなっているので、この恋のラプソディを選んでみました。お聴きください。
きいただきました。今の曲はすいませんベストアルバムに入ってない曲だったんですけれども、次はバッチリベストアルバムの中からですね1曲ちょっと歌わせていただきたいと思います。はい、で私このアルバムリリースする前にニューミギニングという CD 作っていたんですけれども、その曲に収録しておりますレモンティーという曲を歌わせていただきたいと思います。曲作りをして CD を聴いていただいているとですね、ちょっと自分と私の中でこうちょっと予想外なコメントをいただくこともよくあるんですけれども、なんかこのレモンティーが一番好きっておっしゃってる方もね、おっしゃってくださってる方もいて、そうなんですよ。なのでそう、今日は今からレモンティーを歌わせていただきたいと思います。でこの曲ですね、ちょっとボサノバ風なアレンジで作った曲になっておりまして、ちょっと私がどうしてもアラカソフって歌いたいと妹に言って、ちょっとわがままでね、ちょっと妹にはギターちょっとソロでチャレンジしてもらってます。ではこのレモンティーをお聴きください。になりますね。途中でちょっと今から休憩挟みたいと思いますので、その前にですね一曲ちょっと盛り上がりたい曲があります。ハッピーエブリデイという曲なんですけれども、皆さんぜひちょっと前に
出てきていただいたりして、石水さん、石水さん出番だよ、出番、みんな忘れてる本当はね、2部からですね、石水さんたちに出ていただこうかなと思ってたんですけども、私がまたちょっと無茶難題言いましてね、どうせならちょっとこの曲も出てよってすみません、お願いいたします。あとまたちゃんと紹介しますからねありがとうございます。で、この曲、ちょっと振り付けがあるんですけれども、サビのところでですね、いきますね、ちょっとよかったら皆さん真似していただいていいですか、いきます、せーの、ハッピーエブリデイトゥーユー、こんな振り返ります。最初は皆さんに前に出して、で、また自分に戻して、で、最後に丸をぜひこうやって OK してもらったら嬉しいですぜひぜひ皆さん一緒にやれば怖くない、大丈夫、恥ずかしくないですぜひぜひね、行きます。私なんか今日もう AKB になる気分でやってきておりますのでこのではすっごく久しぶりです、このハッピーエブリでぜひ皆さん一緒に歌ってじゃなかった踊ってくださいはい、ありがとうございます。ではハッピーエブリです、行きます。
ださいね。